けどいいですよね。あ、大丈夫です。Thank you.
ここ小田原城で8回目を迎えるアジア最大のプロジェクションマッピングの国際大会です。2012年神奈川県逗子市で始まり、その後新潟市歴史博物館ミナトピア、長崎県のハウステンボス、宮崎県立美術館で開催してまいりました。毎回テーマが決められておりまして、この小田原城大会のテーマは夢、そして大会名のワンミニットにもありますように、それぞれの作品は1分から1分59秒までの映像で競われるコンペティションです。今回はなんと大会史上最多となる43の国と地域から177作品ものエントリーが寄せられました。世界中から大きな注目を集めています。本日はその中からファイナリストに選ばれた20作品と前大会のグランプリ、さらにフランスからゲストクリエイターをお呼びし、招待作品の上映も行ってまいります。本日は写真も動画も自由に撮っていただけます。そしてぜひ SNS にハッシュタグをつけて投稿をしてください。本日の出演を作ることができなかった皆さんと一緒にこの大会を楽しむことができると思います。ハッシュタグはワンミニット PM、 英語でミニット MINUTEPM、 もしくは小田原城、あるいは小田原城プロジェクションマッピングなどのハッシュタグをお願いいたします。撮影の際、一つお願いがございます。フラッシュを使っての撮影は上映の妨げとなりますので、フラッシュの設定をオフにしていただけますようお願い申し上げます。